街路灯とはデザイン性を高めた街灯の一種である。太陽光発電機と風力発電機を備えた街路灯の一種抗義の街路灯は街灯全般を指すが競技の意味は防犯灯等のデザイン性を高めた街灯のことになっている。一般的に伝統であるがレトロ感覚からガス灯が採用されることもある。蛍光灯や水銀灯が使われていたが最近では エコロジーや経費削減の観点から LED 照明のものや太陽電池式の伝統も増えている。スタイルとしては自立したポール式、電柱取付式等があり、基本的に道路照明灯の機能を有する。照明柱は公共用の電柱や信号柱などとともにユーティリティポールとしてまとめられることがある。設置者は日本の場合、道路管理者、 商店街灯である。地区の自治会が街路灯の設置を要求すると、設置費補助はするものの電気代は自治会負担とする地方自治体もある。昼間でも点灯している街路灯は明暗センサーが故障している可能性が高く修理をする必要がある。この場合の連絡先は役所の道路課または商店街灯で電柱に貼り付けられた。 管理番号とともに連絡する。ありがとうございます。